なんかもう本当どこでも撮れますね。なんかもう無限に番組作れるの。60年代中期ビートルズ、あいつらよりもガンガン曲作り早いから。ポール・マッカートニーも裸足で逃げ出すっつって、まあアビロードであいつ裸足ですけどね。横井翔二郎とユージ・レンレ川口のスーパーダイナマイトハウス。友達のバンドとかなんかかけるんだ。まあ、やっぱそういうことだよね。まあそういうことなんだよ。そういうことなんですよ。勝手に使うシリーズ。お前対バンした。うん。岐阜のバンド。岐阜。いけてるよ。ヘビーメタルすぎる。失礼します。イーチオブザデイ、うん、The future is art on the line。 この前だと15年ぶりぐらいに対バンして、うん、マジでなんか15年経って変わらずヘビーメタルしかやってないの最高みたいな。しかもその多分当時はやっぱねこう速さしか興味ねえから。今も速さしか聞けない。その当時では感じられないものがいろいろあるわけじゃん。メロディーの良さとかさ、うん、分かんない、その何当時は感じられてないか知らないけど、うん、こう観点は確実に増えてるから、あすげえいいバンドだなと思って、うんうんうん、行けまくってた。サポートのサン君が左利きのギタリストで、うん、メタルだったね。あんま左利き関係ねえ。左利きいいよ。左利きレフティの、うん、メタルで有名なギタリストとかっているんですか。あんまなんかレフティのイメージないやん、まあ、知らないんだけど俺が有名って言われると分かんないな。まあやり手。ああでも確かにあの人だってすぐ出てこないね。まあ、てかそもそもあれか、レフティがあんま出てこないわ俺。ああでもまあそうだよ、ね、その今の話じゃないけど、その左利きか右利きかの観点で見てないというか、うん、言われたらああってなりそうだ、ね、この人はその左利きのランディー V だったから。ランディー V ってあの片方が長いあれだよ。ランディーローズを使ってるってこと。V の片方長いってこと。そうそうそう、あれヘビーメタルすぎる。ヘビーメタルじゃん。イケてるんすね。イケてるよ、早いから。マジなんかそういうボタンみたいだよね。SE みたいな。ああそうそう、この曲やってたね。かっこいい。これが新この曲だったか覚えてないけど、新曲ですってやったのが完全にメタルで、やべえ新曲でメタルじゃんってなったんだよな。一応バズデイズはそのなんだろう、いいよね、直球で、うん、ど真ん中でいいよ。あのイルミナティ的な、イルミナティは見れてないのか、前回沖縄で対バンした、俺が到着した時にはそう、あそこスラムバーでやった、うん、見れてる。オープニングユージさん、オープニング最初のバンド。あ、俺ユージさんが終わる直前についてる。あガナハのバンドで。あ、だからあのあれですよ、マッスルブラスト聞けてないんだ。あ、そういうことか。なるほど。ああいうところと近しいもの感じますね。ジャケットもね、おどろおどろしい、なんかいいですよね、イメージする通りって感じ。最近はこういうジャケットも AI に任してるバンドが増えてきたよね。今 AI ドローイングがすごいじゃん。ああ、チャット GPT? 注文するとその絵が出てくるみたいな。それで脚本とかも書いたりするらしいですね。ああ、なるほどね。まあだからそうだよね。だからそのプログラマーの職が危ういって話なんだよね、うんうん、絶対ミスんないもんね AI ね、うんうん、
それがやっぱ面白いな。マジターミネーターみたいになってる。この前梅坊と会ってて、はい、あの梅坊が、チャット GPT にジャスラックが滅ぶるにはどうすればいいですかっていう質問をしてて、うん、めちゃくちゃ面白い。何それ。そしたらやっぱりそういう質問、まあそういうってどこまでそういうかは分かんないけど、そういう質問にはやっぱり制限がかかってて、こうまあそれらしいことは言うし、実際にかなり的を得てる、その法律を変える必要があるみたいな。だってやっぱ著作権管理のなんかこう一番でかいところだからさ、でもそういうところも絡むレベルの内容になってくるんだよね。ただやっぱり本当に解体させる方法は教えなくて、その理由は多分2つ挙げられるんだけど、1個はその要は悪自衛になっちゃう可能性がある、うん、でもう1個はやっぱりそのコンピューターそのものに制御をかけとかないと、うん、2001年宇宙の旅みたいになっちゃう、うん、コンピューター同士がこう企みを作っちゃう可能性があるよね。知能だから、うん、なんだっけ、なんかの通学のなんだっけな、どっかの研究していた人工知能が突然謎の言語を喋り出すみたいな、で危ねえから電源切ったみたいなのが話があって、現実の話、現実の話やばいよね。でもそれだからチャット GPT 操ってる時にすげえ怖えと思ったよね。でチャット GPT はさ、もうアプリケーションなわけで、うん、もうブラウザで使えないんだって。アプリしかない。だからそういう質問のログとかも全部溜まっちゃうわけじゃん。出ましたね。はい、出ないよね。でだ結局まあ簡単に言うと、どういう風にやるかはさておいて、危ない質問をしてるやつみたいなことがあぶり出せるわけで、うん、そしたら携帯が自動録音とか始めて、こいつは何やってんだってことになる可能性がマジである。あるね。いやすげえ超監視社会だなと思って。だってしかも今それやってないだけって感じもするしね。ああ、そんな、もちろんその今やってないだけだし、そのね、あのなんだ、プライバシーの権利が我々にはあるから、うん、なかなかそこを覆すのは難しいんだけど、でなんかってアプリケーションはなんかもう録音してるみたいな、なんだっけな、これもすごい曖昧な情報であれだなって思います。でもなんか事例を聞いたりしたことはあるってこと。そうそうそう、こう勝手に録音してるみたいな。チャット GPT で本書いてるのってあれいいんすかね。どういう、なんかその意味あんの。ああ、そのチャット GPT が書いた文字があってこと、うん、まあそのわかんない、そのそれチャット GPT でどれくらいそれを、うん、それでパッケージ完成としてるかがわかんない。そあくまでプロット作りなのかとかは、あどうなんだわかんないけど、でもその言われて、ま、興味があるかないかっつったら少しはあるよね。だってどういう文章書くのみたいな。ああ、そういう意味で、ね、そうだ、こう精度とこう、まあ多分生まれたてだから AI が曲を聴きましたっていうコマーシャルにはなりそうだよ、ね、まあ面白いかは分かんないからなんて言わないけど、でもこうお AI なりのダジャレが聴いてますなみたいな。ああ、、うん、そういう感じじゃん。布団が布団だって言うんだみたいな。この人たちとか言って。あ、なるほどね。でも多分そんな感じだと思う、うん、そのでもまあそんなこと言ったらね、別に例えば作曲ソフトなんて AI だしね。そうだから実は今まで触れた本たちの中でも意外とあったりしたのかなとか思って、それを知った時に AI が担ってる部分、うん、怖っ、なんか怖ってなっちゃった。あ、怖いよね、何も知らないからさ。そういやそう、あのね、怖さがあるんだよね、その知らないうち感がすごい怖くて。ああ、そうだね。クメボーのライブ見てきたんだけど、最高。出た感じたね。めちゃくちゃ良かった。あの福島さんと2人でやってて。ああ、それか。うん、いやすごかったね。やっぱクラブにいる人なんだなって感じ。ライブハウスとクラブ、特に夜のクラブだね、なんか明確にいろいろ違う。何が違う。客層、
とその音のあり方みたいな。バンドなんかバンド合ってるか分かんないけど、バンドはツイッター、うん、なんかこう平和、なんかすごく、まあそのはいはい、でこうなんかこうなんだろう、グッズとか売ってるはいはい、まあ、まあ、まあ、確かにこの前偶然自分が行ったのがそういう日だったのかもしんないけど、物販全員ねえの。ああはいはい。で音源すらなくてシビアすぎないみたいな、すごいんだよね、そのフォーカスの仕方が。でこう音が止まることがないから、はいはい、DJ でずっとつないで、 DJ 同士がつないでって、ライブもその間にこうつながってくるっていう。あ、対バンイベントであり DJ も複数にいるってこと。そう、あのソロがその梅坊のソロだったり、大元くんってやつのソロだったり、ラッパーのソロだったり、そうそう、それが繋がってくんだけど、うん、あれはいい体験だったね。知らない世界、かつそのやっぱこう音ありきなのがすごくいい。音がないとそもそも成立しないってこと。まあそれそうか。ライブ、バンドのライブ、デイのライブハウスもまあそうっちゃそうじゃん、うん、それは音ありきなんだけど、なんかこう休憩だもん、ほんと何よく言うフロアを踊らすために来たみたいな、はいはい、本当にそうなってる。すごくなんだろう、まあ一個違うな、そのまあ音にシビアって言い方をしちゃえばそうだし、まあ、言い方変えればもうパーティー野郎しか集まってねえみたいな。ああなるほどはいこうみんなでこうバイブスを上げに来てるみたいな。確かになんかバンドマンってパーティーピーポーじゃないです、ね、そうそうなんで、かつだからつまりどういうことかっていうと、バン知り合いほぼいないの、うん、だからあそのわ分かれてるんだなって思った。うーん、梅坊とかっていうのはこうバンドから始まってそのクラブの世界、夜の世界に行った人だから、うん、なんかこうああそんな感じっすよねってなってるみたいな。へえ。でなんか他で出会った方ももともとバンドやってたんですけど、うん、今はもうこっちっすねみたいな。うーん、じゃあそのいいんだ、まだその見たことない体験したことない世界だから面白く見えてるだけかもしれないけど、あの今自分がやろうとしてる音楽には近しいことが発生してるね。もうじゃあすごく吸収、吸収っていうと硬い、まあでもそういう日だった。あ、そうそう、あとても刺激になって、かつやっぱその梅坊のソロが良かったから、ね、うーん、あれは非常に燃えた。でこうまあ結局はどうそっちの世界に入れるかってのもあるみたいで、うん、だからまあやれば盛り上がると思うって梅坊は言ってくれてるから、うん、まあ何かのタイミングでそういうクラブの方にも行けたらいいよね。うん、だそのルビールームなんてのはまさに中間だよね。そうね、だから俺聞きながら思ったのはルビールームって箱なんですかクラブなんですかって今思ったんだ。でも多分ルビールームは箱にかなり寄ってる、そのもっと言えばクラブもやる箱なんじゃない、だからクラブイベントをやる箱みたいな。ああなるほど、ライブイベントもやるクラブじゃなくて、あそう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 っていう感じがするね。まだそこがいいよね、こうあの初心者も近づきやすいし、ディープな人も入ってこれるのやっぱいいなんかルイダの酒場じゃないけどいい交流の場だよねすぐ出てくるそういうなんかそのなんていうのジョブチェンジみたいな。ジョブチェンジ、えルイダの酒場がジョブチェンジだっけ。あールイダの酒場は仲間だ。そうそう、ダーマ神殿、ダーマ神殿、ジョブチェンジは今ローマ神殿って言うとそりゃそうだよなみたいなローマには神殿あるでしょうねみたいな、ダーマ神殿的なはい、イーチオブザデイツです。かっこいい、最後の曲かっこいい。これね、ブリンクモーズコードのアコースティックバージョンでした。あ、バージョンなんだ。
あーいいね、イラストかっこいい。岐阜から沖縄に飛びましたけど、おタックさんってボーカルの人、年中釣りしてんで、毎日とか来たの。あんだけ海囲まれてるやんね。早朝釣り行ってそのまま仕事行くらしい。そんな危すぎるよ。あ、ガナさんってガナハって名前でやってんの。あ、そうそう、ガナハって名前だろ。あ、違う、あ、そのなんていうの、こうひねりがな、ひねりなく、そのガナッチアルファベットでガナハってやつでそのバンドやってんだなっていう。あー、なるほどね。なんかあるじゃないですか、まあ、じゃあ例えば ST ドラムスとか、なんかこうこの G666 みたいな、ボーカルの方だったらこういう風に書くとかさ。あ、本当だ、カクさんこうやって書くんだ。本当だ、初めて知った。とかじゃないんだ。そう、りょうじんさんって人はもともと地獄車ってバンドで、もともとどっちなんだろう、その時に対バンしてるの。ローズローズの時、ローズローズ、それはイーチオブザデイズもそう、ローズローズの時。すごいね、あんだけつながりがあるって。あれなんつってたっけ、何しようとしたらカレーみたいなのになったって書いてましたっけ。ああ、マグロのアラをよく買うんだけど、だいたいそのマグロのアラはまず選別するわけね、かけたらその刺身で食えそうなところと煮て出汁にする部分と焼いて食う部分って分けるんだけど、今回は野菜食べたかったから、あの全部オイル煮にして、オイルで煮て、オイル煮だ、オイルで煮てサラダに使おうと思ってたんだけど、マグロかと思って、でふと見たらその前福岡行った時にもらったカレーパウダーがあって。福岡行った時にカレーパウダーもらう、カレーパウダーもらうんだよ、おうつって、なるほどみたいな、特製のその何スパイス、ミックススパイスみたいな、うん、うん、でトマトも買ってあるわけ。あれ、うん、マナーは揃ってる、ちょっとマナー揃ってる。ちょっとそれちょっと調べてみたら、まあ、白マナーが1個足んなかったんだけど。あれだ、単色じゃないんだ、複数色デッキなんだ。まあやっぱ金色だよね。それでだからやってみるわっつって火つけてたらカレーになってた。そんな工程あるでしょ。くしくもそのカレー粉もらった人はさ、スリランカカレーをやってて、でマグロカレーで調べたらスリランカではマグロを入れますみたいな言ってて、ほう、スリランカってどこだっけ。この俺がスリランカの位置を知ってると思うかい。じゃあどの辺だと思います。ベナンは知ってるよ、どこだか。スリランカどこか分かり、どの辺にありそうって思います。へえ、東ヨーロッパの方なんじゃない、あそこ、なんだっけ、セネガルじゃなくて、ギリシャとか近いんだよ。そんなことない、近くない。あ、どこなの。インドの下っす。ああ、インドの、アフリカじゃねえのかな。そう、ああ、ほんとインドの島かね。へえ、これってどうやって行くの。どういうこと、行くって、それ陸路ってどうなってんだろうと思って。うわ、行ってみてー、すごいね。へえ、それ何、この スリランカとの、あ、違う、あ、そう、スリランカとの間の、まあそっからフェリーとかなのかな、かな、多分。さすがにフランスとロンドンみたいにトンネルでつながってるとは思えない、ね、島々が点々とあって。そうですね、陸路じゃ繋がってなさそう。
なるほど、そこがスリランカか。エピック、オーエピック。